はい、ミリマスピーの皆さん、お疲れさんです。サカポンです。はい。最近ね、ちょっと気づいたんけどね、私最初のね、挨拶、ミリマスピーさんの皆さんって言うたりね、ミリシタピーの皆さん言うたりね、ちょっと定まってないなっていうところがあるんですよね。でね、私仕事のもう一つ、はい。もう一つね、あれやったんやけど、思い出したんやけど、言いたいことあるんやけど、ぐっとすいません、ぐだぐだになって。ですね、私仕事の関係ではあんましね、生配信とか見れない時多いんやけど、昨日知ってびっくりしました。ほんと、すいません。昨日知ったばっかなんですけど、ミリオンライブアニメ化おめでとうございます。いや、びっくりしましたよ。ついに来ましたね。ね、いつかアニメ化するんじゃないかなと思っとってんけど、ミリマスもついにアニメ化ですよ。まあ、ミリマスのアイドルは劇場版でも登場しとるんやけどね、私劇場版見てないから何とも言えないけど、まあ知っとるんやけどね、ついにアニメ化ですよ、ミリマスの。いや、ほんま嬉しいですよね。早くテレビが見たい、そんな感じですね。で、あ、ちょっと待ってください。あかねち、聞かないで。任せて大丈夫。ということでね、本日も無料10連引いていきたいと思います。いや。ということで、今回はどうなるでしょうね。水着ガシャってあんまし私縁がないような気がしますけどね。では行きましょう、10連。と、その前に。運営さん、小鳥さん、美咲ちゃん、いつもありがとうございます。このありがたいありがたい無料10連、本日も引かせていただきます。これほんまに言うとき、俺手叩いて手合わせてね、目つぶって言ってるからね。1,2,3,4,5。では行きます、お願いいたします。カメラマンさん、今楽しそうなところが撮れましたよ。今日も物理かな。な、あ、ロード入ったね。わかんないけど。お、来た！あ、1枚ですね。さあ、どうなるでしょう。来た！え、いおり様。さ、アンナちゃん、さあ次どうなるでしょう。新規でしょうか、どうでしょうか、ロード入るでしょうか。あれ、ロード入らないか。あー、これは、はい、千鶴様でした。お嬢様、かぶっちゃいましたね。ああ。私にふさわしい衣装ですわね。皆様のご期待に優雅に応えてみせますわ。まあ、これでピース入ったからいいか。あ、でもエスレア3枚か。神経変わるかな。のりこ。イオリン、さあ続きまして、エスレアですね、1枚目のエスレア。はい、アユム、うん、さあ続きましてのエスレア、おっと、リオネ来た。あ、限定リオネですね、確かリオネ来ました。よっとかな。続きまして、カレン、
アンナちゃん、さあラストエスレアが、イオリ様ですね。はい、ということでね、限定のリオネでしたね。水着のステージだって言うから期待してたのに。プロデューサーくん、本当にこれで大丈夫？ねえ、もっと肌とか見せなくていいの？ということでね、まあ、今回はね SS レア出たけど被った、まあアイテムゲットできたのでよしとしましょう。うん、ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私が主催しているゲーム内ラウンジです。初心者やベテランなどは問いません。のんびりまったりがモットーです。自由活動目標は自由。そんなねゲームないやラウンジ開いております。もしよろしければね、説明欄にラウンジ ID 書いときますので、ゲーム内で ID 検索してラウンジの方ご入会お願いいたします。また私の過去の動画見たことないよっていう方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらの方も見てください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。